タルキプロゴルフチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の一人座談会はまた、ゲストの方にご登場いただきます。よろしくお願いします。お願いします。浮下ですけども、足裏はどういう感覚っていうか、 指はどうされてるんですかね。私今は普通にパンと立ってるだけなんで、すごい扁平足なんですよ。扁平足っていうのはどういうことですか。ペタってなるんですか。包むはずがないんです。ほう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 。なんで、五色球に乗るっていうのが、辻島津の上に乗るっていう感覚がないです。まあ、みんなペタなんで、ペタってやると、乗らして床がポッてやると、みんな足が出すんです。あ、そうですか。はい、まあ、その、よろしければ、少し中敷き、うん、なんかは、ちょっとだから入れてます。あ、入れてらっしゃるんですか。これは練習用の靴なんて聞いてませんけど、はい、本番用の靴は中敷き入れて、こうアーチがこうなるようにはしてるんですけど、はいはい、相当圧迫があります。あ、この当たってるっていう感じがしますか。はい、へー。で、あと指は別に何も力入れてないからファッと開いてるような感じになってるんです。ファッと開いてるんですか。これはだから本当はなんか掴むようなイメージをするといいとかなんか言われる人がいたんだけど、その方があまり意識しないという意味は、あ、そうですか。立ってるんですよ。だから逆に言うと、クッと意識を持って指をクッと地面を掴むような意識を持った方がいいんですかね。これはもうめちゃめちゃ掴んだ方がいいと思います。あ、そうですか。掴んでないです私。パーにしてたら足がちょっと映りにくいかもしれないんですけど、はい、結構こんな状態になってます。あ、そうです。私普通に開いた状態でパッと上げて、そこで位置決めてると思うんですから、はい、だからグラグラしてます。もうめちゃめちゃでこうやるじゃないですか、はい、足があるとするじゃないですか、うん、テイクバックの時はもうなんていうんですかね、こっちにかかるんで、うん、こうなるわけじゃないですか、はい、ことはここの母子球側でもう引っ掛けてますよね、うん、グッて引っ掛けて、今度切り返しでダウンスイングはこっちで引っ掛けながら、うん、グッて持って右手をこうなんていうんですかね、はいはいはい、よくこう、うん、入れにかかるんで、なんで結構飛ぶ人がコース回ると、その競技なんかで回るとティーグラウンドぐしゃぐしゃになります。言われますね。跡が残るっていう。引っ掛けますからね。うわって引っ掛け、もう、ぴゃってきますんで、これ、なんか、ペタッみたいな。これね、ふわーみたいなのでは、やっぱり重心が上にぐっとなるんで、うん、体が先ほどおっしゃったように、こう、レッスン中におっしゃってたじゃないですか、うん、体が揺れるっていうのは、それはもう、足でもう、で踏ん張り効かさないと、うん、で、踏ん張る、ちょっとお立ちいただいてよろしいですか。じゃあ、グッて踏ん張ってください。踏ん張るときにどう、足の指ってどうですか。開いてると、確かに踏ん張りにくいですね。踏ん張りにくいですよ。今日5本指じゃないんですけど、はい、これ、グッてこう、なんていうんですか、5本指の方がやっぱり引っ掛けやすいんですけど、僕は、はい、やっぱり、ある程度、なんていうんですかね、こう、足の指で鍛えるので、はい、雑巾をこう、タオルとかを、こう、うん、なんていうんですか、つまむ練習をすればいいと、はいはい、そうですそうですそうです探せるような、そうですそうですそうです、そういうのをしっかりやって足の裏を鍛えないと、なんか、うん、足の指があって土持ちがあってっていうふうになるじゃないですか、はい、これ出てるんですか。私出てるこうなってるわけですか。それはちょっと病院の先生の方に違いますか。まあなんだけど、だから足で踏ん張るっていうか、つまみイメージを持った方がいいってことですよね。いや、かなりそれはなんていうんですかね、引っかくというか、うん、このせっかくゴルフなんてスパイクシューズ履いてるわけじゃないですか、はいはい、やっぱそこで引っかく上にそのスパイクを靴紐で締めてるんですけど、それとともに自分の足でもうこうギュッて引っ掛けれるようにしないと、そうですね、それはやっぱり
なんていうんですかね、結構なんていうんですかね、足の指に力入れたらこの辺とかしっかりするはずなんですよ。これふわってしてたらふわってしてるはずなんですよ。うん、私はフォッとやったのもいやもういやもうそれやっぱり体がブレやすいと思いますし、うん、だからそれが一つ原因あるかもしれませんね。こういう日に行きやすいのは。そうですね、やっぱりショートパターンとか外したくない時とかもなんていうんですかね、やっぱり体ブラしたくないなと思ったらちょっとなんていうんですかね、こう力を入れた、こう入れたらやっぱり内股になるかもしれないんですけど、それでもやっぱりちょっと指に足に力を込めると、うん、いいんじゃないかと思いますね。今は治ったんですけど、前は完全に後傾だったんですよ。後傾？後傾で打ってた。あ、こうなってたわけですか。だから足指関係なかったんです。足指後傾で打ってた。でもやっぱり、キプロの力で言うと、それじゃ絶対ダメだから。ダメですね。まあ、どっちかと前に行かなくなるので、はい、で前に行くようになったんだけど、指まではちょっとまだ行ったかったそうですね、そうですね、ペタ、このこういう状態でこれをやってらっしゃったんですから、その状態でやるけど、はい、指までグッと掴むっていう意識までは行ってなかったんですよ。そうですね、なんでこれから少し改善点としては、まあ、足の指をしっかりして、であんまり、まあ、ちょっとね、個別なショット的なんですけど、左サイドでね、はい、練習できれば、じゃあそれは次回から意識します。そうですね、まあ、アプローチのショートアプローチなんかでも先ほどのシャンクのところで結構有効ですから、うん、これ前に出たらシャンクするわけですから、確かに足グッと力入れると腰が出ないかもしれませんね、右腰が。そうですね、なんで結構踏ん張れるように、あ、そうならないと思います。ならないと思ったらグッとこの前、はい、足は結構そうですね、ちょっと力を入れるで、なんか日頃から、まあ、トレーニングなんかしていただくと指、足の指なんかいいかなと思いますね。